本日紹介するのは女優の石原さとみさん。生年月日1986年12月24日。身長157センチ。東京都出身。石原さとみさんはホリプロ所属の女優で、2002年第27回ホリプロタレントスカウトキャラバンピュアガール2002グランプリ受賞を経て、本格的に女優活動を始めた。同オーディション参加以前にも、現在の所属芸能事務所であるホリプロ系列の俳優養成所である、ホリプロ・インプルーブメント・アカデミーに所属し、石上邦子名義で、映画ホギララ、や、船を降りたら彼女の島、へ出演しており、芸能活動の経験がある。公式には石原さとみ名義で出演した私のグランパをもってデビュー作品としている。2003年、君はペット。の渋沢ルミ役で連続ドラマ初出演。同年、NHK の連続テレビ小説、てるてる家族。のヒロイン、岩田冬子役に抜擢された。以後、ウォーターボーイズ2。などの多数のドラマ、映画に出演し、知名度を上げていく。2005年、NHK 大河ドラマ義経。にヒロイン、静香御前役として出演。2006年、ナース葵。で民放連続ドラマ初主演。同年秋には、奇跡の人。のヘレン・ケラー役で舞台に初挑戦する。以降も様々なドラマ、映画、テレビ CM などに出演し、現在まで石原さとみさんをテレビで見ない年はなかったのではないかと思うほどに、国民的な人気を持つ女優となっていきます。2020年10月1日、同世代の一般人男性と同年内に結婚する予定であることを所属事務所を通じて発表した。主演ドラマアンサングシンデレラが前月末に終了、仕事は一段落したことで、結婚の発表の運びとなった。この結婚は、この時点でアラサーにして未婚の清純派の女優の結婚ということで、ファンの間では、いわゆるさとみロスとして騒然となり世間に大きな衝撃を与えた。結婚後は寿引退の噂や個人事務所設立などが報じられていたが、2023年現在も所属はホリプロのままである。てるてる家族に出演した時にその活動報告のために公式ウェブサイトにさとみの大阪日記を開設。以降の活動報告のために日記はそのまま残し、さとみ日記として継続された。2012年6月18日にさとみ日記はアメーバブログへ移転され、オフィシャルブログさとみダイアリーとして開設されたが、現在は閉鎖されている。また、インスタグラムやフェイスブック、ツイッターについては全てなりすましであると発表されている。しかし、女優の松本まりかさんと仲が良くたびたび松本まりかさんのインスタグラムなどに登場する。私生活では、大の旅行好きで、仕事の合間などを縫っては、海外へ出かけることが多い。また、料理が好きで千切りをストレス発散法にしている。いかがだったでしょうか。今後も石原さとみさんの活躍を楽しみにしたいです。まだまだ伝えきれない石原さとみさんの魅力がたくさんあると思いますので、よろしければコメント欄にて教えてください。ご視聴ありがとうございました。今後も日本で活躍するモデル、女優、アイドル等を解説していきますので、よろしければぜひ、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。